それでは今週の話題をお送りします。3月3日木曜日、亀戸5丁目の亀戸駅前で特殊詐欺被害防止を呼びかける活動が行われました。警視庁は3月を特殊詐欺被害防止月間として、さまざまな啓発活動を展開しています。この日はその一環として、城東警察署とボランティアが呼びかけを行いました。江東区内の各警察署では、昨年1年間で129件の特殊詐欺被害の届け出を受理しております。被害総額につきましては約2億5000万円に上ります。これを令和2年と比べますと約 16% 増加しておりまして、都内の被害状況を見ましても、被害件数、被害金額についても増加しているのが現状です。区内で依然多い手口はオレオレ詐欺、そして区職員を語り、医療費が戻るなどと嘘の電話で金融機関の ATM へ誘導してお金を振り込ませる還付金詐欺です。犯人は相手にお金が戻ると信じ込ませて、自分の口座に振り込ませます。 ATM では絶対に還付金を受け取れません。この日、城東警察署は被害防止のために力を入れているストップ ATM での携帯電話を訴えました。現在、警視庁では ATM での詐欺被害を防ぐため、金融機関やコンビニエンスストアの皆さんと協力をして、 ATM での携帯電話の通話をしない、させないをマナーとして広げるために、ストップ ATM での携帯電話運動を推進しています。還付金詐欺は電話越しに犯人が ATM の操作の仕方を指示するものでありますので、もし万が一 ATM コーナーで通話をしながら画面操作をしている人がいたら、お声掛けをいただくか警察へ通報をお願いします。続いての話題です。3月5日土曜日、辰巳1丁目の辰巳児童館で子どものための音楽会が行われました。この音楽会は3月に辰巳児童館が企画する桜祭りの催しの一つ、新日本フィルハーモニー交響楽団の弦楽カルテットによる演奏で行われ、来場した親子の皆さんは生の演奏を楽しみます。バイオリン、ビオラ、チェロ、それぞれ楽器紹介を兼ねてバッハの曲が披露され、音の高さや響き方の違いを聞きました。モーツァルトのトルコ行進曲では、来場した子どもたちがあらかじめ配られた鈴を鳴らしました。メロディーに合わせて皆さんで一斉に鈴を鳴らし、楽しい音楽のひとときを共有します。続いてはドボルザークのユーモレスクとバルトークのルーマニア民族舞曲が演奏されました。この選曲は幼い頃からクラシックの調べに触れてもらいたいという楽団の皆さんの願いが込められています。テンポの良いフレーズになると、思わず体が動くお子さんの姿も見られました。最後の天国と地獄でも、みんなで鈴を鳴らして演奏に参加しました。今度はメンバーの方がしゃがんでいるときは小さく、立ち上がると大きく鳴らします。プロの方たちによる本格的な演奏に、子どもたちが鳴らす鈴の音が加わり、会場いっぱいに軽快で賑やかな音が響いていました。それでは続いての話題です。3月5日土曜日と6日日曜日、亀戸4丁目の亀戸梅屋敷で江東区の伝統工芸をテーマにした催しが開催されました。受け継がれる匠の技、江東の伝統工芸と題したこの催しは、江東区無形文化財保持者である職人から技術を受け継ぐ方々が集い、伝統の技を実演。両日とも午前と午後の部があり、職人が入れ替わりながら
8つの伝統工芸が紹介されました。こちらは6日の午後の部の様子。表具、茶の湯差し物、染色補正の実演が行われました。感染症対策としてフィルム越しでしたが、会場を訪れたお客さんはそれぞれの作業の様子をじっくりと鑑賞しました。お客さんから質問が出ると、それぞれの作業や道具、技術について気軽に答えているシーンが何度もありました。一つ一つ丁寧に進められる仕事、それぞれの伝統の技に沿った道具、そして大切に受け継がれてきた伝統の技に引きつけられ、お客さんは飽きることなく作業を見つめていました。続いての話題です。同じく6日日曜日、大島9丁目にある中川船番所資料館で子どもたちが工作を通して荒川の歴史などを学びました。この催しは身近にある荒川やロックゲートについて子どもたちに知ってもらおうと行われたものです。北区の荒川治水資料館の方を講師に迎え、子どもたちは荒川の成り立ちや水害の際に果たす役割について学びました。江東区が低地にあること、荒川が水害を防ぐためにさまざまな工夫が施された人工の川であることなどが紹介されました。座学の後、子どもたちは荒川ロックゲートのペーパークラフト作りに挑戦。工作を通じて拷問の仕組みを学びました。開始からおよそ1時間30分、皆さんは悪戦苦闘しながらも荒川ロックゲートを作り上げることができました。細かい部分まで再現されたこのペーパークラフト、拷問を動かせるところがポイントです。ペーパークラフトが完成した後は、現在開催中の特別展水害と高騰のミュージアムトークで知識を深めました。すごく大変でした。遠くの方から土手戻ってくるときに見るぐらいです。水門で船を通してのあんま見たことなかったから、船なんて通るのかなと思ってて、それで船が通ったのが面白かったです。